選挙結果の図。赤色がポークとダラス、紫色がクレイとフリーリングハイゼンが勝利した州を示す。数字は各州の選挙人数。1844年、アメリカ合衆国大統領選挙は対外政策をめぐって民主党のジェームズ・ポークがテキサス併合を訴え、ホイッグ党のヘンリー・クレイがそれに反対する中で接戦となり、ポークが勝利した。 民主党の候補者ポークはアメリカの領土拡張主義、すなわちマニフェストデスティニーと呼ばれることになる考えを考慮にして出馬した。民主党はその大統領指名全国党員集会でテキサスの併合を要求し、アメリカ合衆国はオレゴンの全体に対する領有権を明らかに疑いもなく持っていると主張した。テキサスに関するより議論の多い問題に、 オレゴン協会紛争を非公式に結びつけることで民主党は北部の拡張主義者と南部の拡張主義者の両方にアピールした。ポークはホイッグ党の候補者クレイに僅差で勝利したが、これはクレイが拡張に反対する立場をとり、経済問題も大きな重要性があるとしていたことも一つの理由であった。 この選挙は異なる州では異なる日付で投票が行われたことでは最後のものであり、次回1848年アメリカ合衆国大統領選挙からは全州が11月の同じ日に投票を行った。現職の大統領はジョン・タイラーであり、ウィリアム・ハリソンの死によって大統領に承認していた。タイラーはホイッグ党の推薦で指名されたが、承認後その政策は、 ホイッグ党とは、疎遠となり、現実に、ホイッグ党は1841年9月13日に、タイラーを除名していた。二大政党のどちらも、与党とならないままで、タイラーは1844年の選挙では立候補を、支援してくれる、発展可能な第三の政党を作ろうという、解決法を求めた。タイラーは、テキサス併合問題にその糸口を見出した。 テキサスが1836年にその独立を達成したとき、最初はアメリカ合衆国への併合を求めた。北部州の反対で合衆国はこの要請に応えることを妨げられ、1838年にはテキサスが要請を引っ込めた。タイラーが新しく国務長官にエーベル・アップシャーを指名した1843年までこの問題は引きずっており、 またこの問題を取り上げて、併合の交渉を始めた。アップシャーが1844年2月28日に、事故で死亡した時は、条約がほとんど完成していた。タイラーは、アップシャーの公認の国務長官に、ジョン・カルフーンを指名し、カルフーンが条約を完成させて4月22日に、上院に上庭した。しかし、カルフーンは、イギリス大使、 リチャード・パケナムに手紙を送ってもおり、その中で、イギリスがテキサスに、奴隷制を廃止させようとしていることを告発し、南部奴隷制を保護するための防衛的な動きとして、併合を正当化していた。カルフーンはこの手紙も上院に上呈した。各して、大統領選の運動の季節となり、南部奴隷制に明白に結びつけられた、テキサス併合問題は突然最大の問題と、 なってきた。民主党党員集会の旗印ホイッグ党は5月1日に党員集会を開いた。党の議会における偉大な指導者であるクレイが以前の2回の大統領選挙で落選したという事実にもかかわらず1回目の投票で指名された。過去2回とはすなわち1824年には民主共和党の候補者としてジョン・クイニシー・アダムズに 1832年には国民共和党の候補者としてアンドリュー・ジャクソンに敗れていた。セオドア・フリーリングハイゼンが副大統領候補として指名された。民主党は5月27日にボルティモアで党員集会を開いた。マーティン・バンビューレンがわずかに半数を超える大議員を掴んでいたが、テキサスの即時併合に反対する公的な立場が 反対派の敵意を増していた。集会の前半で大議員たちは、公領と候補者を承認する規則を決めた。ミシシッピ州のロバート・ウォーカーの先導によって、この集会では、民主党の候補者は、指名を受けるために大議員の3分の2の圧倒的多数による賛同を得なければならないという規則に作り変えられた。このことは、バンビューレンの指名には、致命的なことになった。 あまりに多くの大議員がバンビューレンに敵意を抱いていることが明らかになり、必要な得票数を確保できないまま、その指示は崩壊した。最終的に8回目の投票で新しい名前が紹介された、ジェームズ・ポークであった。彼はこの投票でも必要数を確保できなかったが、議運は明らかに彼の方向に向かっており、 次の投票で必要な3分の2を勝ち取ったポークは、初めて、ダークホースの候補者となった。民主党は、サイラス・ライトを副大統領候補に選んだが、ライトが指名を拒否した。この時の投票で、ライトの辞典であったジョージ・ダラスが、候補になる提案を受け、ダラスはこれを受けた。手紙で指名を知らされたポークは、アメリカ合衆国の大統領職は求められるべきでも、 謝絶するべきでもないということが守られてきた。私はそれを求めたこともないし、もし私の仲間の市民の自発的な投票で送られたのならば、それを辞退する自由があるとは感じていないと答えた。国民民主党のタイラーの集会は、民主党の党員集会と同じ時である5月27日と28日に、ボルティモアで開催された。 集会はタイラーに2期目を務めるよう指名したが、副大統領候補は推薦しなかった。この集会は民主党の党員集会に影響を与えることを期待していた可能性がある。タイラーは当初その機会に執着しており、指名を受けた。彼の演説は6月6日のニューハンプシャーパトリオットステートガゼットに掲載されたが、この新聞は タイラーの手紙は掲載しなかった。ジェームズ・バーニーは、ハンドレー制の自由党の候補者として出馬し、一般投票では2.3%、特に、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州を呼び、バーモント州では8%以上を獲得した。バーニーが得た票は、クレイト・ポークの得票差よりも多かった。学者の中には、ニューヨーク州の、ハンドレー制ホイッグ党の中に、 バーニーを支持する者がいて、この決選集の結果を、ポークの側に振ることになったと論じる者もいる。この選挙には、他の候補者として、末日聖徒、イエス・キリスト教会の創設者、ジョセフ・スミス・ジュニアがおり、シドニー・リグドンを副大統領候補として出馬する、つもりだった。その候補は政府を3分の1削り、憲法によって、奴隷制を終わらせることが含まれていた。 この試みは1844年6月27日にスミスが殺されることで中断された。ボークがクレイを破ったことを表した政治漫画タイラーの脱落タイラーは夏の大半をニューヨーク市で新しい花嫁とのハネムーンで過ごした。そこにいる間にタイラーは自分に対する支持が極めて弱いことを発見した。民主党からは アンドリュー・ジャクソンからの手紙も含め、引退の要請を受けていた。タイラーは8月25日頃に選挙戦から、撤退するという文書を書き、8月29日には、ニューハンプシャー・パトリオット&、ステート・ガゼット、バークシャー・グンホイッグ及び、バーレ・ガゼットなど数紙で報告された。ニューハンプシャー・パトリオット&、ステート・ガゼットは、タイラーが自分が出れば、ポークに行く票が2分され、 クレイが選ばれてしまう可能性があることを恐れるために撤退すると伝えていた。クレイとポークホイッグ党は当初ポークの比較的知名度のないことを取り上げ、クレイを当選させる選挙運動の一部として、ジェームズ・ポークって誰と歌った。ポークは領土の拡大に関わっておりテキサスの併合に賛成していた。テキサス併合問題に、 奴隷制用語という偏見があるという告発をそらすために当時アメリカとイギリスが合同で管理していたオレゴン準州全体の獲得要求とテキサス併合を結びつけたこのことは特にホイッグ島の経済プログラムと比較して非常に人気を呼ぶメッセージであることが分かったこれはさらにクレイにテキサス併合問題について動かさせ併合が戦争なしに 公正かつ公平な条件で成し遂げられるならば結局、併合を支持すると言わしめた。選挙は接戦だった。反奴隷制の自由党がぶち壊し屋の役割を果たした。ニューヨーク州ではバーニーが15,800票を獲得したが、これはポークがクレイにつけた。さ、5,100票よりもかなり大きな数字だった。もしクレイが、 ニューヨーク州を制しておれば選挙人投票では141対134でポークを破っていた。歴史家の中には、それゆえに、クレイのテキサス問題に関する曖昧な態度が、ニューヨーク州で、反奴隷制側に票を流れさせてしまい、選挙全体の結果では、民主党に譲ることになったと推測する者も,もいた。一方、クレイは、テキサス問題では、 賛成を表明するテネシー州で123秒の僅差で勝利した。もし彼が率直に反テキサスの立場を採用しておれば、それでテネシー州の13秒を失っていたであろうから、結局勝利はポークの懐に転がり込んだことにもなる。一般選挙の数字にはサウスカロライナ州のものが含まれていない。サウスカロライナ州では一般選挙によらず、州議会が 選挙人を指名した。出展、ワルター・ディーン・バーナム、プレジデンシャル・バラッツ、1836から1892、ピアニッシも247、57、ポークの選出で、アメリカの大衆が西方への拡張を望んでいることが、確認された。テキサス併合は、ポークが、まだ就任もしていない1845年3月1日に、正式のものとなった。 恐れられていたようにメキシコは、この併合を認めようとせず、1846年に、米国戦争が勃発した。ポークの主要問題であるテキサスが決着したので、オレゴン全土を要求する代わりに、妥協して、アメリカとイギリスが、ブキャナンパケナム条約を交渉し、オレゴン領土を2国の間で分け合うことになった。ありがとうございます。